中林武道家 A6 年3月20日は、江戸時代後期の文人画家。幕末における文人画の理論的指導者、尊能家として知られる。終わり国の生まれ。中林武道が、第三洋三、三水図1825年名は、聖政、サ、尾、オ、範明、通称大輔、畜道はガ号。別号に、トールサイ、オキタン、オーハラン、東山院氏。 千代名などがある。筑道は、名古屋の三階、中林玄宗の子として生まれた。幼い時からがお好み、14歳で、陳南品風の花長画を得意とする絵師、山田宮常に学ぶ。翌年、終わり壇のパトロンとして知られた、豪商、神や天竜に才覚を見込まれると道家に引き取られ、ひたすら古画の林門を行って、画法を得得した。 天佑に連れられ万象寺に出向いた時里の竹石図を見て深く感銘したことから竹道の号を授けられたと言われる。この時弟弟子の山本梅一は、欧弁の僕梅津に感銘したことから、その号を与えられた。十九歳の時には絵画を持って、生計を立てるに至った。今日は二年、恩人の天佑が病没すると梅一と共に上落、寺院などに伝わる、 古書画の臨門を行い、京都の文人牧閣と交流した。天佑の友人、内田蘭著に仕事の依頼を受けて、生計を立てた。三十代後半には、画家として認められ、以後四十年にわたり、文人画家の重鎮として知られた。墓書は、京都府の黒谷の新女堂。墓碑に、畜堂飲紙とある。畜堂は、画道混合書などの画論書を表し、著作は三十種類を超える。 中国南州画の林もおをす,すめ、新一新縁の趣きを表すべきであると、文人としての精神性の重要さを強調している。また、室町時代からの画人47人を品等付けし、その上で池大画を最高位に置いている。その画風は、新大文人画正統派の繊細な表現スタイルを、通し、幕末日本文人画の提携と言える。中国絵画を基範に、 自らの型を作って作画するため構図や趣向がパターン化し多作なことも手伝い変化に乏しくどの作品も似たような印象を受けるただし70年前後から亡くなるまでの裁判年は筆数が少なくなり素直に自身の心情をとろした作品へ変化するのが認められる長男中林武慶三女中林清宿も何画か門人に 大倉笠山、今王子優山、高伝大霊、斉藤喜安、高橋里村、玉井が、慶、柳川高蘭がいる。李、武石図は、大弁、僕梅津と共に、織田信秀から万象寺に寄進され伝生したもので、明治13年には皇室に献上され現在、三の丸なお倉館に収蔵されている。皇室の名宝美と伝統の聖火 NHK1999 年、 文化十年版、平安人物史に、上官への二番目に初登場する。一番目に、戸林院、三、四番目に、浦上極道、春金詩と併称されている。次の文政五年版、平安人物史からは、文人画の項目が作られ、囲碁築道はその冒頭に載せられ続けている。稲垣ピアニ氏シも、八十四から八十五。平山行小林、忠だ編長。 秘蔵日本美術大館1クラクフ国立美術館講談社1993年5月25日第6図 ISBN4 から06から25710から2ペアオブピーフウォールリザルツサーチオブジェクツイミューズムありがとうございます